シャルル5世、フランス王。シャルル5世、チャールズ、v ・ブイ。1338年1月21日。バンセンルから1380年9月16日。ボテイコール・シュルイコール・マールヌ上は、フランス・バロワ朝第3代の王、在位。1364年から1380年。県名王、ルサージュ、ルセージと呼ばれる。中世末期の行政機構の研究家。 フランスワーズ・オトランは、シャルル5世を、税金の父と呼ぶ。最初にドーファン、ドーフィンの称号を有した王大,大使である。フランス王者2世、前領王と、ボンヌ・ドリュクサンブール、ボヘミア王・ヨハンの娘で神聖ローマ皇帝カール4世の、ドーボ姉との間の息子。弟に、アンジュー皇・ルイ1世、ベリー公、ジャン1世、ブルゴーニュ公フィリップ2世、ゴータン公がいる。 シャルルは、宮廷で近親の、同じ年代の子供らと共に育てられた。つまり、叔父のオルレアン公、フィリップ、トゥレーヌ公、バロア博、弟ルイ、ジャン、フィリップの三人、ブルボン公ルイ二世、バール公ロベール一世、ポンザ、ムッソン、モーゼルブリュック公、シャルルの姉マリーと、結婚と、息子のエドアール、1377年から1415年、 後のバールコウエドアール三世、ブラバン特ゲのゴドフロはエタンプ博、ルイ、フィリップ三世の息子エブルー博、ルイの息子エタンプ博、シャルルの長男、ナバラ王カルロス二世、悪人王の男系のいとこ、ルイ・デブルー、カルロス二世の弟、アルトワ博家のジャント・シャルル、アランソンクシャルル三世、1337年から1375年、フィリップ六世の老い、アランソンク。 ライコールペルシュ博、ブルゴーニュ公、フィリップ・ドルーブル、フィリップ・ド・ブルゴーニュ、ブルゴーニュ自由博、アルトワ、オーベルニュ、ブーロニュ博など、母が、ジャン二世と再婚らである。シャルルの家庭教師はおそらく、シルベストル・ドラセルベルであり、彼は、ラテン語と文法を教えた。1349年に、母ボンヌと父方の祖母、ジャンヌ・ド・ブルゴーニュが、ペストで亡くなると、宮廷を去り、 ドーフィネに向かった。その後まもなく1350年に祖父フィリップ六世が亡くなった。ドーフィネの白であったアンベール二世は税を徴収する能力がなく破産寸前であり唯一の子供であった男子の死後は後継者もいなかったので当時神聖ローマ帝国領であったドーフィネを売うことにした。皇帝も教皇も興味を示さなかったため フィリップ6世が買い取ることになった。婚為では将来の国王になるジャン2世のものになるはずであったが、ジャン2世の着手であるシャルルが同ファンになった。彼は11歳でしかなかったが、すぐに権威の行使の現場に直面した。彼は行位聖職者並びに同姫の家臣たちの真珠礼、オマージュを受け取った。1350年4月8日、シャルルは 単イコールレールミタージュで、父の十枚、ジャンヌ・ド・プルボンと結婚した。あらかじめ教皇から、近親婚の特面上は得ていたが、おそらく、シャルル六世の精神異常や、シャルル五世の他の子供の虚弱さはこの近親性に、期限があると考えられている。結婚は、ペストによってもたらされた母と祖母の死によって、延期されていた。当時ヨーロッパ中でも猛威を振るっていたペストの拡散を、 緩和するために王公の集結は限定されており、近親者の間で結婚は取り行われた。ドーフィネの支配は、フランス王国にとって貴重であった。というのもドーフィネは、古代から地中海とヨーロッパ北部を結ぶ、商業上の大道脈ローヌ川を押さえており、教皇の支配する町であり中世ヨーロッパにおいては、無視することのできない教皇の文書行政の中心地で、 あるアビニョンと直接交渉することができたからである。その弱年にもかかわらず、シャルルは自分の家臣たちに顔を売ることに専念し、争っている家臣の一族同士の争いを止めさせるために仲裁などをした。彼は実用性のある経験を獲得した。百年戦争の最中、1356年のボアティへの戦いに敗れた父がイングランドに補修のみとなったため、 王太子のまま接政として困難な国政を担当した。当時フランスは疲弊の局にあり、大諸行、分けても反復常なき王族、シャルル・デブルー、ナバラ王カルロス二世、エブルー博、シャルルの格索に悩まされた。エティエン・ヌ・マルセル指導家のパリの反乱及び1358年のジャックリーの乱を鎮圧し、父の旅収直後に結ばれたロンドン条約の批准、履行を拒否し、 イングランドと新たにブレキニカレー条約1360年を結ぶことに成功した。現在の税金の基礎となる定期的な臨時徴税、矛盾した表現であるがを行ったり、常備軍、官僚層を持つなど、後年の絶対王政の先駆けを成した。また、彼に仕えた軍人、官僚の中から、シャルル六世時代のマルムゼグ黒デスクな顔の小人と呼ばれる官僚が現れた。 軍事面では、名称、ベルトラン・デュー・ゲクランを徴用し、イングランドに奪われた国土を回復すべく行動を起こす。コシュレルの戦い、1364年で、イングランド軍の支援を受けた、カルロス・ニセイのを撃破した。この勝利は、カルロス・ニセイのフランス王位請求を断念させただけではなく、彼がエブルー博として、ノルマンディに持っていた領土を取り上げ、 そこが、イングランドの共闘補、進行路になることを防いだ。その代償として、カルロス二世は、南フランスに領地を与えられた。さらにブレティニカレー条約での休戦による解雇で、社会不安、ルティエやエコルシュール、生川萩と呼ばれる、盗賊化した傭兵が、略奪行為をしたことによる、治安悪化の原因であった、傭兵隊を、カスティーリャ王国援助に誘導し、合わせて、 外交上の成功を収めた。解雇された傭兵たちは、エドワードクロ大使の支配する治安の安定したアキテーヌからは追い出され、アビニョン教皇庁周辺にたむろしていた。これらの傭兵隊を討伐しようとするラマルシュハクラの軍勢は敗北した。また、オスマン帝国に対する十字軍として東方に派遣した傭兵たちは、金だけを受け取って神聖ローマ帝国領内で、 略奪を働い後、また、フランスに戻ってきていた。一方、スロイスの海戦以来壊滅状態にあった、フランス艦隊を再建するために、ノルマンディの兵器交渉クロデガレをフル稼働させ、多くの艦船を建造させた。また、フランス帝特色、アミロルでフランスを、フランス大元水と同様の特権を保持する職として復活させ、ジャンドビエンヌをその職に任じた。 ビエンヌは、副艦、エティエンヌ・ディウム・スティエラと共に、ワイト島や、ウィンチェルシー、ポーツマス、ヘースティングス、グレーブ・ゼンドなど、イングランド本国の沿岸地帯を襲撃して回り、イングランド側を大いに悩ました。また、カスティーリアとの同盟の成功は、その海軍力の利用を可能にし、同国の援助を受けた1372年のラロシェル沖での海戦のフランス側の勝利は、 イングランドの正界権に対する威信を揺らがせた。病弱で物静かな読書を好きであり、武勇と騎士道を好む頑強な父と正反対で戦闘を避け、敵の疲労を待って着実に城、都市を奪回していく戦法、適切な妥協を含む外交手腕などの現実的な政策にり、地政末にはブレティニカレー条約で失われた領土をほぼ奪回した。カレー、バイヨンヌ。 ボルドー、実質上イングランド軍が駐屯し、占領していたシェルブールは、カルロス2世の所領で、ブレストもブルターニューコージャン4世の土地であったの、イングランド軍を完全に駆逐せず、停戦したのも、現実的な計算が働いたためである。また膨大な増書を有し、アリストテレスの国家論、ニコラ・オレームの貨幣論に影響を与えた、恐怖、アウグスティヌスの 神の国などの古典をフランス語に翻訳させている。その他にも、ドルシ教エブラール・ドレモゴンらに命じて、政治的パンフレットである、カジュエンテイの夢、老いた巡礼者の夢などを出版させ、フランス教会の独立、ガリカニスムの始まりと言われるを主張した。フランス王家の紋章を変更したことでも知られ、サユリモン、ユリの花を無数に散らせた紋章から、 ユリの花の数を三つにした紋章に変更したフルールドリースを参照。貨幣政策においては、理重司教ニコル・オレームラノが苦節に従い、貨幣価値を安定させて、貴金属含有率の高い通貨を発行し続けた。祖父や父が貨幣の変質によって利益を得ようとしていたのとは対照的であり、このことが臨時的な課税の向上化に役立ったとされる。 地生下の1377年に、グレゴリウス11世、在位、1370年から1378年、ガービニョンからローマに戻り、境界大分裂が起きている。1349年にかかった病気、腸チ,チフスとも結核ともの後遺症から、言われているように痩せっぽっちではない、病気明けの1362年には 73kg、 1368年には 77.5kg が、巨弱な体質は彼を、馬上や理事愛や戦場からは遠ざけた。右手は腫れ上がっており、重いものを持つことはできなかった。精神の面においては、明敏な感覚を持ち、国王として何らだかけるところはなかった。はつらつとした精神を持ち、まさしく、マキャベリ主義者であった。 シャルル五世の伝記作家であるクリスティーヌ・ド・ピザンは彼のことを政治や微数、懸命で狡猾と書いており、ランカスター・コージョン・オブ・ゴーオーンとはローヤル・ターニー、国王の代理人と認めた。彼の気象は父とは全く違っていて、ジャン二世は中身のない激怒をあらわわにしたり、自分の周りにはお気に入りしか取り任せなかったりする男であった。すぐに、 人格の不一致による不和は公然のものとなった。また、極めて教養の深い人物であり、クリスティーヌ・ドピザンは、彼のことを次のように書き記している。つまり、完璧な教養の持ち主であり、七字優化、教養書化、リベラルアーツ、文法、修字、弁償法と、算術、機科、音楽、天文学の七つを収めている。 一方で経験だが迷信深い国王でもあり、長い間必要に襲いかかってくる運命によって、なかなか軽視が来なかったし、当時の医師には手の出しようもない数々の健康上の問題のために、特身化であり、先星術の信奉者になった。シャルル5世は、セレスタン、天井修道会の発展を講演し、彼の図書館の7分の1を、先星術、天文学。 予見に関する書籍が占めていた。しかしそれらのことは、当時の教会や、大学の見解あるいは彼の顧問官たちのそれと、意見の対立をもたらすこともあった。シャルル5世の信仰は、個人的な領域に止まっており、政治的な決断には何だ影響を与えなかった。王妃は、ブルボン公ピエール1世の娘ジャンヌド・ブルボン。1350年4月8日に結婚し、 シャルル六世、オルレアン公、ルイなど九人の子供を設けているが、成人したのは二人だけである。ジャンヌは、バロア家のソバロワ伯、シャルルの孫娘であり、シャルル五世もジャンヌもブルゴーニュ公ユーグ四世の子孫である。このような近親婚が、シャルル六世の精神疾患に影響を及ぼしたのかもしれない。愛人、ビエット・ド・カジネルとの間に諸子が一人いた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。